治営業専門税理士川南です。本日の動画はですね、いよいよ2月に入りまして確定申告シーズン到来ということでですね、皆さん今から急いで慌てて経理をしようと思ってらっしゃる方、また急いでレシート領収書今一生懸命集めてるんですっていう方必見の動画になっております。確定申告に向かってとにかく経理をしようと思ってもですね、皆さん勘定科目をどこに振り分けていいのかわからないということで、そこでつまずいてしまうと確定申告心折れてしまいますし、また進まない、やる気が出ずにね、パソコンを閉じては開けて閉じては開けての繰り返しになりますので、本日の動画で勘定科目の振り分け方をしっかりと習得しましょう。私はオンラインサロンの運営とビジネス書を2冊出版しております。また各 SNS は総フォロワーが23万人を超えておりまして、 TikTok、インスタ、Twitter、Voicy でやっております。どれもすべて概要欄から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは早速本日の動画行ってみましょう。はい、それでは自営業が必要な勘定科目を復習しましょうということで、勘定科目について解説をしていきます。すべての勘定科目を解説してしまうと動画なくなってしまいますので、自営業フリーランスがこれはよく使うよねっていうものだけピックアップして紹介していきますのでご安心ください。本日の内容です。いよいよ2月に入って確定申告シーズンが到来します。今日のね、勘定科目がわからないと経理が進まない問題が発生しますので、しっかりとどの勘定科目に振り分けるのか基礎を押さえましょう。まずコツを紹介します。そして勘定科目について一つずつ、これはこういうものに振り分けますよというのを紹介していきます。そして最後に注意するポイント、またあの噂って本当なのというのを最後の方紹介しますので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。はい、それではまず勘定科目って何なのかについて解説をしていきます。まず皆さん確定申告に向かって帳簿がどうしても必要となるので帳簿をつけると思うんですけど、そもそも帳簿というのは何かと言いますと、お金の記録になります。家計でいう家計簿と同じものになります。ビジネス上の全てのお金の動きを記録しているものが帳簿だというふうに理解すると分かりやすいです。そしてでは勘定科目っていうのはね、どういうことかと言いますと、勘定科目は結局どの勘定科目に分けるかということで、ラベル分けをしていくイメージでいると分かりやすいと思います。要はこのお金の動きはどのラベルを貼っていけば整理ができるのか、整理整頓をしていくっていうのがこの勘定科目をつけるということになります。ですので目的はどこに片付けるのかというラベルを貼っていくのと、同じラベルで分けたものの合計額を確定申告書では必要となりますので、この合計額を把握するためにラベル分けをして片付けをして合計額を集計しましょうということになります。そしてこの勘定科目、ラベル分け整理整頓に必要な情報は何かと言いますと、皆さんがお持ちのレシートや領収書、カードの明細表、通帳のね記録などなどになります。そして必要な情報が4つあります。1つ目が日付、2つ目が勘定科目ラベル分けになります。そして3つ目が内容、4つ目が金額というように、この4つが必要となります。そして皆さんこれ見て何か気がつくことないでしょうか。1,3,4 にあたってはですね、レシートや領収書や証拠書類を見れば皆さん誰でもわかると思うんですけど、唯一つまずくこの2番目の勘定科目の振り分け方がわからないから、皆さん経理迷子、まあ、確定申告にたどり着くまでが大変という事象が発生してしまうわけです。ですのでこの2番目の勘定科目さえ習得しておけば、比較的スムーズに確定申告に行けるのではないでしょうか。では次のスライドからね、しっかりと勘定科目について押さえていきましょう。はい、次にですね、じゃあ実際の確定申告の用紙を一緒に見ていきましょう。これは青色申告の決算書、要は青色申告の方の自営業フリーランスの方が書く用紙なんですけども、こちらの用紙にこのように売上金額、ここが勘定科目と呼ばれるものです。租税効果、荷造り運賃、水道光熱費ということで、この印刷されている項目が勘定科目ということになります。ですのでこの用紙の売上金額がいくらなのか、各ラベル分けした、例えば租税効果だと、租税効果他にラベル分けした合計金額は1年間でいくらなのかというのを記入していくのが確定申告になりますので、勘定科目で振り分けていき、ラベル分けをし、合計額を知らないと確定申告ができないということになります。そしてこのね、ラインで囲んだ部分を図にすると少し分かりやすいかもしれないんですけど、そもそもビジネスの利益、要は税金の出し方というのは、1年間あなたのビジネスが1月の1日から12月の31日で1
回締めますので、その間の1年間のすべての売上から使った1年間の経費、支払った支出の経費を差し引いた残り利益に対して、ここが所得と呼ばれて、基本的にこの所得に対して税金、税率がかけられて税金額が決まるという流れになっています。この青色申告書の計算書を図でイメージするとこういう風になってるということです。ですので、これをするためにこのね、売上から経費を引いて儲け、利益を出すためにこの表で計算をしていくということです。ですので、この売上のところはこちらの金額になりますし、経費というのはこのような青いラインのところになります。これを差し引いた金額を出すというのが計算ルールになります。そしてこの経費の中身をラベル分けしてあるのが勘定科目ということです。そして今ね、皆さんこの用紙見てお気づきのように、ほぼ勘定科目というのは印刷がされています。ですので、この印刷されている科目が皆さんがよく使う科目ですよということで、税務署、国税庁の方があらかじめ印刷をしてくださっています。この空欄部分があるんですけど、この空欄部分の使い方については後々のスライドで紹介をしたいと思います。はい、それでは次のスライドで事業フリーランスがねよく使う科目、こちらの実際に表を使ってどんな科目をどうラベル分けしていけばいいのかを解説します。はい、よく使う勘定科目ということでね、実際の用紙を少しこう拡大したものを用意しました。この印刷されている勘定科目にどういったものを分ければいいのか、分けるコツを紹介しています。では順番に説明をしていきますね。それではまず売上収入の項目からです。ここはね、ほとんどの自営業の方分かるんではないでしょうか。売上というのはお客様に提供したサービスで対価をもらったもの、サービスの提供をして受け取ったお金は全て売上高のこの科目にラベル分けをしていきます。そして1年分の合計を取ります。こちら売上原価というふうにあるんですけど、こちら仕入れ金額というものはですね、材料や自分がね売る商品などの原材料などを仕入れた場合は、こちら仕入れ額の方にまとめて仕入れ金額という表示のところに記載をします。この仕入れ金額なんですけど、使っている会計ソフトによっては仕入れ高とか仕入れっていうふうに表現が少し違う場合がありますけど、仕入れというふうに覚えておくと、これは原材料、自分のサービスを提供するために仕入れた商品や物が仕入れになると覚えておくと分かりやすいと思います。そしてこの売上原価のところなんですけど、簡単にね解説だけしておきたいと思います。この機種商品棚卸高というのは何かと言いますと、前年に残っている棚卸の金額がここに来ることになります。そして今回仕入れ金額の1年分を合計して、こちらですね、この期末商品棚卸高というのは何を記載するかというと、今年度、令和4年分の12月31日段階でいくらね棚卸が残っているのかっていう計算した残高を、数字を記入する欄になります。この棚卸については過去動画作ってますので、仕入れがある棚卸が必要なビジネスをされている方はチェックしてみてください。それでは次にね、本日のメインの勘定科目、経費の方の勘定科目について解説をしていきます。では上から順番にいきますね。まず租税効果ですね。こちらは印紙代や自動車税、事業税などをこちらのラベルに分けることになります。覚えるポイントとしては、公の機関や公のところに払う税金や支払いは租税効果に分けるというふうに覚えておくと覚えやすいかと思います。これ以外にもですね、消費税もそうですし、事業で使っている固定資産税なども租税効果に該当します。では次、荷造り運賃の勘定科目です。どういったものを分けるかと言いますと、運送や配送に関わるものはこの荷造り運賃の方に分けてください。そして次は水道光熱費の勘定科目です。こちらは事例を見た通りだと思いますけど、どういったものを分けるかと言いますと、電気代、水道代、ガス代などを分けます。要は光熱費のものはこの勘定科目に片付ける、ラベル分けをするということです。次は旅費、交通費です。例えば電車代、 ETC 代、交通費などなどを分けることになります。その他にバスやタクシーなども旅費、交通費の勘定科目に振り分けます。こちらの字を見ての通り、旅費やね交通費、交通費に関するものはこの勘定科目にラベル分けをすると覚えておくと覚えやすいです。次に通信費です。こちらは通信するものはこの科目に片付けます。例えばネット代、携帯代、切手代などが該当します。そして広告宣伝費です。こちら広告宣伝費はどういったものをラベル分けすればいいかと言いますと、広告や看板、チラシなど、要は自分のお店を PR するものはこの勘定科目に振り分けるというふうに覚えておくとイメージしやすいです。その他
果で言いますと、 SNS 広告や自分のショップのフライヤー、ショップカードなどもこちらの広告宣伝費の方に該当します。次の勘定科目は接待交際費です。こちらは接待の食事代やお客さんですね。これプライベートももちろんダメですよ。お客さんと付き合いのある仕事先の公電、まあ要は冠婚葬祭でお金を、ね、持ってったなどなど、またはお祝いなど渡した、これは開業祝いの時もねありますし、出産祝いの時もあるかと思います。また最近は少なくなってきましたけど、お中元やお歳暮も接待交際費に該当しますので、そちらの方も接待交際費にラベル分けをすると覚えておいてください。そして次の勘定項目は損害保険料です。こちらは保険料とあるように保険の項目はこちらに振り分けます。例えば自動車保険や火災保険ですね、これらの保険料のものは損害保険料というものに振り分けることになります。これもちろんなんですけど、プライベートの保険料は入れることができませんのでお気をつけください。自分の事務所や店舗の火災保険などになりますので、そこだけはご注意お願いします。そして次は修繕費の科目です。こちらは修理したものですね、まあ、例えばお店のドアがね調子悪くて修繕かけたなどなど、そういう修理したものというのはこの修繕費に振り分けるというふうに覚えておいてください。修繕費は少し注意点がありまして、こうね修理したから修繕費だっていうふうにしてしまうとちょっとねまずい時がありますので、こちら注意です。どういうことかと言いますと、この減価償却費に該当する場合パターンがあるっていうことですね。要は専門用語で言うと、専門的支出に該当する修繕のものは減価償却しないといけないですよっていうルールがあるんです。そこだけねちょっと気をつけておくっていうふうに頭に置いておいてください。詳しい解説はちょっとねカットします。次の勘定科目に行きます。次こちら右上の方に移りますのでついてきてください。次は消耗品費です。これが一番もしかしたら皆さんよく使う項目になるかもしれません。要はね金額がたくさんになりやすい項目になります。要は消耗するものは全てこちらの消耗品費に振り分けられることになります。例えば文房具やプリンター、また自分のビジネスに使う細々としたものですね、生活用品のようなものもこちらに該当します。洗剤やタオルなどなどもこちら消耗していくものなので、消耗品費に片付ける、まあ、ラベル分けするというふうに覚えておいてください。はい、そして次の勘定科目、減価償却費なんですけど、こちらの方はですね別途減価償却費という動画を作っておりますので、こちらの動画を見ていただいた方が分かりやすいので、今回こちらではね解説しませんので、減価償却費って何だろうとか減価償却の計算方法を知りたいなっていう方はこちらの動画を見て参考にしてください。それでは次に進みます。次は福利厚生費っていう勘定科目です。これはどういったものをラベル分けしていくかというと、従業員の福利厚生などを振り分けることになります。ですので逆に言うと、スタッフがいない、要はスタッフを雇っていないのに福利厚生費に金額が入ってるってことはおかしいってことですね。それは勘定科目違うところに振り分ける必要があるよということになります。次の勘定科目は給料賃金になります。給料賃金は字の通り、まあ、給料を払っているスタッフ、パートアルバイトの方の給料賃金、支払った金額をこの給料賃金という勘定科目に振り分けることになります。次が外注工賃ですね。これは外注に出した工賃などは外注として取り扱うので、勘定科目の外注工賃に記入をします。こちらは例えば外部の業者に依頼したということで、デザイン料などがねこういう外注工賃に該当します。会計ソフトではこの外注工賃という表示ではなく、外注費っていう風に表示されている会計ソフトもありますので、同じものですのでお気をつけください。次の勘定科目は利子割引料になります。この利子割引料は借入金をしている方の借入金には利子がついて、そのね利子を支払っていくんですけど、こちらの利子は経費になるということで、この利子割引料に振り分けをします。次の勘定項目は地代家賃ですね。これは自分のねビジネスをしている店舗や事務所を借りている場合の家賃や駐車場代などが該当します。はい、次に先ほど言っていたこの空欄の部分はどうやって使うのか後で紹介しますよと言ってたんですけど、このように使用します。要は自分でこれらの印刷されている勘定科目以外に使いたい勘定科目があるとか、自分はこういったものをよく使う、支出するんですっていう場合は、自分で勘定科目を設定して記入することができます。例えば皆さん自営業フリーランスの方だと、どういった勘定科目が多いかと言いますと、車両費を作る方が多いです。こちらは車に関する費用を車両費に振り分けます。例えばタイヤ代とかタイヤ交換代、また車に関するものを車両費に分けるっていう方が多いです。これ独自の勘定科目を作ることになります。また車両費1本でもうね終わるっていう方もいるんですけど、仕事柄いろんな車、まあトラックやショベルカーダンプカーなんかいろいろね車両を持ってる方ってやっぱりいるんですよ。そうすると車両費が膨れ上がってしまいますので、このガソリン代だけは分けて把握したいっていう方もいらっしゃるんですね。そういう場合は燃料費という勘定科目を作って、ガソ
リン代や軽油代というふうに車両費の中をさらに分割して把握するというイメージですね。こういう方法もあります。これはもちろん燃料費はね必要ないなと思えば作らなくても OK です。そして次、研修費という勘定科目を作る方も多いです。これは研修によく行かれるビジネスをされている方ですね、まあ、研修やセミナー参加費などが多いよっていう方は研修費っていう勘定科目を作る方が多いです。またこちら支払い手数料という勘定科目はほとんどの方ね作る方が多いかと思います。これはどういったものを分ける科目かと言いますと、支払い手数料というのは銀行の振込手数料ですね、まあ、何かね自分が払うときに振り込むと振込手数料かかるときありますよね。そういったものの振込手数料やまたその他手数料ですね、これはネット経由で何かを買うと手数料がね引かれて振り込まれたりとか、まあ、逆に自分が何かをするときに手数料が差し引かれてるって場合には手数料で分けますので、支払い手数料で分ければ大丈夫です。例えばねベースなどね使ってビジネスされてる方だと手数料差し引かれると思いますので、そういったものも支払い手数料に該当します。または銀行からね引き出した時の引き出し手数料、意外と支払い手数料は使う勘定科目になりますので、こちらは作った方がいいかなというふうに個人的に思っております。さて今ね紹介した勘定科目ざーっときましたけど、一番最後この31のところにありますけど、最後が雑費となります。こちら雑費はどういったものを振り分けるかと言いますと、これらの勘定科目に入らなかったもの、該当するものがなくて、まあそんなに使用頻度が少ないかなっていうものは雑費に分けていただいて大丈夫です。はい、以上ねざっとですけど勘定科目の振り分け、ラベル分けのコツ、こういったものはこういう勘定科目になりますよっていったのを紹介いたしました。それでは次にね、あの噂についてちょっとお話ししたいと思います。次のスライドで紹介します。はい、あの噂についてなんですけど、これ自営業フリーランスの方だとなんとなくね聞いたことがあるとか都市伝説みたいな感じでね噂が回ってくることあるかと思うんですけど、そちらの噂3つについて解説をしたいと思います。まず1つ目の噂です。接待交際費の金額についてです。これ皆さん結構心配されるんですけど、接待交際費の金額っていくらまでしていいんですかとか、接待交際費の金額が多いんですけど大丈夫ですかみたいなね質問やちょっとね不安を持つ方が多いんですけど、これはですねこういったことになります。要は業種、自分がしている業種の平均値を大幅に超えてなければ大丈夫かなというふうに思ってください。この接待交際費のこの平均値というものをどういうふうに出しているのかと言いますと、税務署というのは全国から確定申告が提出されて受けていて、それをデータ化して入力をしているわけです。とにかく膨大な量のデータを持っていますので、業種ごとに平均値というのがね出るんですよね。こういう業種って接待交際費って大体いくらぐらい使っているものなんだろうかっていうね平均値を持ってますので、まあ大体の目安のデータがあるってことですね。それを大幅にやはり超えているとエラーが出たりとか、異常に接待交際費が多いな、ここ大丈夫かな、まあちょっと税務調査行ってみようかみたいなことになる可能性がねゼロではないので、そういった意味で接待交際費の金額というのは気をつけていただければ大丈夫です。そしてどうしても業種の関係上あまり使わない業種の方もいれば、やはりね接待交際費当たり前のように多めになるって業種があります。例えばね代表的なもので言うと、建築関係のお仕事されている方はどうしても接待交際費の金額が大きくなるんですけど、それはその業種の要は建築業界全体の平均値さえ大幅に超えてなければセーフとなりますのでご安心ください。はい、それでは2つ目の噂です。雑費の金額が多いんですけど大丈夫ですかっていう不安ですね。そうなんですよ、これなんかどこに振り分けていいかわかんないから、なんか雑費にどんどん振り分けていったら雑費の金額がねものすごくアンバランスで大きくなってしまったっていう現象が自分でね確定申告されてる方多いんですけど、これはですねどうすればいいかと言いますと、なるべく該当する科目に分けるように意識をしてください。絶対ではないのでなるべくで大丈夫です。先ほど紹介したように雑費というのは1年に 1,2 回出るような支払いで頻度が低め、そしてねどこの勘定科目に分けるにもちょっと該当するね振り分け先がないなっていう場合に使う科目になりますので、あまりね何でも何でも雑費でいいだろうということで雑費の金額にね全部突っ込んでしまうとちょっとねアンバランスになって、このね雑費の中身って一体何だろうっていうふうに税務署の方がね疑問に思うっていうことがありますので、なるべく該当する科目にこまめに分けるようにしましょう。そして3つ目の噂です。一体ね税務署はこの確定申告書のどこを見ているのっていうこと、皆さん気になると思うんですけど、どこを見ているかというと、今までねこの紹介した2つでも分かるように数字の不自然さ、アンバランスさというのを見ているというふうに思ってください。もちろんねミスや間違っている項目っていうのはチェックもちろん入るんですけども、税務署はどこを見て税務調査に入ろうかなとか、気になるからちょっと電話で確認をしてみようとか、書面でねちょっと問い合わせてみようって思うところがどこかと言いますと、やはり数字の不自然さになり
います。ですので先ほど言ったようにこのね接待交際費の金額が業種の平均値を大幅に超えているとか雑費の金額がね異様に多いとかいう不自然さを見ています。その他にもね見ているたくさんのポイントあるかと思うんですけど、やはりこの平均値っていうものが一つのポイントになるかと思います。また売上と経費のバランスというのも見ているんじゃないかなというふうに思われます。そしてあまりに赤字が続いたりしているとこの人どうやって生活をしてるんだろう、この赤字自体がもしかしたら嘘なのかもしれないなっていうふうになるアンバランスさ不自然さを見ていたりですね、あと売上が急にアップしたりダウンしたりのアップダウンが激しいとか、また急増にね売上がアップしているっていうような時にはちょっとねやはり引っかかるポイントになってくるかと思います。また去年や過去のデータとも比較しますので、去年はこうだったのに今年はどうしてこうなったのかっていうような急なね、アップダウンがあったりすると数字が不自然アンバランスなんじゃないかなという形で見られる可能性が高いです。とはいえ絶対にこのねアンバランスさ不自然さが出たら絶対にダメとかそういうふうなね自然にどうしてもそうなってしまう時もありますので、その場合はね仕方ないんですので、せっかくね売上上がっているのに急に上がったからこれはもしかしたらアンバランスに該当するから売上の金額を少なくしようっていうふうにしてしまうと今度は逆に売上を抜いて脱税をしてるってことになりますので、そういう時はね自然な流れでなっている場合は大丈夫ですのでご注意ください。では次に勘定科目の注意ポイントについて最後紹介したいと思います。はい、それでは勘定科目の注意するポイント、まず決めたルールは統一してください。今年はこれに分けたのに去年はこれだったみたいな勘定科目を毎年変えたりするということはやはりあまりいいことではないので、決めたルールっていうのは統一するように注意してください。そしてこれはね数字を分析するためにも一度ねこの勘定科目に分けるって決めたものは基本的にずっと継続してした方が数字の分析ができるためおすすめでもあります。要は去年の例えば車両費がいくらだったかっていうのと今年の車両費がいくらだったのかっていうのを比較したい、いくらね増えているのかっていうのを比較するためにはやはり同じ勘定科目で分けておかないと分析できませんので、ルールはなるべく統一したらそのままずっと使うようにしましょう。かといって今回ね紹介した勘定科目絶対こうしなきゃいけないっていう法律のルールや決まりはありませんので、もちろんね依頼してるもしかしたら税理士事務所によって多少ルールは違いますし、まだねご自分の独自ルールっていうのもあるかと思いますので、とにかく絶対ではないんですけども一度ね決めたルールは基本的に統一するということをお勧めしています。そして勘定科目についてなんですけど、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。なんとなくね決めたルールは統一していただいて勘定科目先ほど紹介したようなもので分けていただければもう十分ですので安心してください。経費の勘定科目ね今までね細かく分けたの見てきたんですけども、経費の勘定科目というのは結果的にはゴールは全て経費としてなりますので、そこまで神経質に、ね、ならなくても大丈夫ですよっていうことです。そして最後に空欄にね独自の勘定科目を作ることができますというふうに紹介をしました。このように勘定科目というのは自分でも作れるというふうになってますので、ぜひねご自分がよく使う科目や把握したい分析したい数字の科目がありましたら分けることをお勧めいたします。もう絶対ではないです。しかし注意点です。勘定科目あんまりね増やしすぎてしまうと要は収集がつかなくなりますし分けるのも大変になりますので、調子に乗って増やしすぎないように注意はしてください。というわけで本日勘定科目のね分けるコツを紹介いたしました。確定申告シーズン慌てて経理されている方はこちらの動画ぜひ参考にしていただけると幸いです。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということでオンラインサロンを運営しています。こんな方におすすめというのね書いてありますのでぜひ見てください。メリットは3つあります。1つ目、オンライン上に質問や相談をすることが可能です。オンライン上に税理士を雇うということで Facebook の非公開グループで運営をしています。そして2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。こちらはズーム上で私に対して直接質問や相談をすることもできますし、またメンバー同士の情報交換することができるということでとても好評です。2ヶ月に1回程度で開催をしております。そして3つ目、経理や税金情報をオンラインサロンにももちろん投稿しております。また税理士の裏側ということで SNS、YouTube、TikTok、またボイシーのね裏側などもオンラインサロンのみだけに投げている情報になります。こちらメリット3つありますので、詳しくは概要欄の URL から飛べるようになっていますのでぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、では YouTube の方チャンネル登録よろしくお願いします。またいいねやコメント高評価ボタン押していただけると励みになりますのでぜひ
よろしくお願いします。先ほど冒頭に紹介している2冊出しているビジネス本インボイス制度の Q&A ブックと、こちらフリーランス自営業向けに必要な経理税金確定申告情報が1冊にギュッとまとまった本も出版してますので、どうぞ合わせてよろしくお願いします。また私がしているその他 SNS フォロー総フォロワーが23万人超えなんですけど、 Instagram は3万人、 Twitter もやってますし、 TikTok は6万3000人のフォロワーがいます。そしてボイシーもやってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方ありがとうございます。いよいよ確定申告シーズンということでね、皆さん慌てていたりとか、経理急いでやらなきゃとかね、今焦り始めてるんだけどっていう方向けに、自営業フリーランス向けに役に立つ情報をどんどんね動画投稿していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは本日もありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。